子誰だ。見ない顔ね。これは困った困ったよ。どうしたの、そんなに困った顔しちゃって。わわわ、もしや救世主さん。悪くない響きだな。あんたは黙ってなさい。救世主さんじゃないの。救世主って一体何を助けてもらいたいんだ。私のことに決まってるの。は？私ってあなたは一体。わからないから困ってるの。記憶喪失ってことかしら。それだ、記憶喪失だ。名前は覚えてるかしら。アクワイアちゃん。アクワイアちゃん。うん、アクワイアちゃん、それが私の名前。それではよろしくお願いしますね、アクワイアちゃんさん。よろしくね。なんか懐かれちゃったみたいじゃない。ねえ、どうすんのよ。そう言われても。困ってるんだから助けてあげようよ。お前ら相変わらずお人よしだな。だが少し気になるな、あの雰囲気、明らかに一般人じゃねえぞ。ああ分かってる、くれぐれも慎重にだろ。それじゃあ名前以外は何も覚えてないの。うん、思い出せないんだ。だったらどうしてここに。 ACQ って書いてあったから、だから関係あるのかなって思って。ACQ にアクワイアちゃんってことは空白のセンターか。で、伝説の空白のセンターさんですか。何を空白のセンターって。 ACQ48 はですね、秋葉原明子さんがセンターを務めているんです。ですが一切メディアに顔出しをしないため空白のセンターって呼ばれているんです。わわわ、私アイドルだったの？すごい！やったー！いや、やっぱり違う気がする。だけど、可能性はあるのよね。だったら、その可能性にかけてみましょう。ベルサイユ秋葉原の妄想の様子を見れば、何か思い出すかもしれません。それじゃあ、俺たちについてきてくれ。了解であります。何か思い出さないかしら。あ、変な扉発見。ちょっと、アクワイアちゃんさん妄想球に入っちゃいましたね。ってことは妄想者なのか、それとも妄想された存在か。もう考えるのは後よ、とりあえず追いかけましょう。いたわ。アクワイアちゃんさん、何か思い出せましたか。まだキャラソンは出してなかったことを思い出したの。キャラソン？タカノってやつの準備が悪くて歌いたいのに歌えてないんだよ。全部タカノが悪いんだ。もう遠藤社長に言いつけてやる。何を言ってるんだ。ここはハズレだってことだよ。空白のセンターではなかったみたいですね。彼女は何者なの？あれ？あなた確か。わわわわわ！こんにちは、アクワイアちゃんさん。この前はありがとう。
どうしたんだ、こんな場所で。自分探しの旅なのだ。ってことは思い出せてないのね。うん、そうなの。それにしても派手な髪ね。まるでアニメの登場人物みたいよ。あ、アニメですと？そっか、アニメか。ねえ、中二の妄想宮に行ってみましょうよ。俺は知らねえぞ、俺の妄想じゃねえからな。実は忘れてましたとか言い出すんじゃないだろうな。だから知らねえって。私アニメのキャラなのかな。だったらすごい楽しみ。ずいぶんとのんきね。レッツゴー、心に刺さりに行っちゃうよ。扉を進むっち、気をつけて進めっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。何を買うっち、足りないの補充しろっち。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。妄想宮に入るっち。どう？何か思い出せたかしら？ちょっと思い出したかな。まさか本当に俺の。私こんな悪趣味じゃないもん。だってもっとスタイリッシュだよ。悪趣味って？どんまいヤマト。それで何を思い出せたのかな？人気アニメキャラみたいにいっぱいのグッズは出てなかったみたい。だから私はアニメのキャラじゃなかったみたいなの。でもでもグッズはちゃんと出てるんだよ。だからみんないっぱい買ってね。うん、牛さんがね、いつも可愛く描いてくれるんだよ。一体何の宣伝なのよ。出たわね、派手髪あざと娘。琴美ちゃん、ひどい。それで、ここでも自分探しか？うん、でも全然ダメみたい。何者なのでしょうか、アクワイアちゃんさんは。リッピョン、アクワイアちゃんさんって言いたいだけだろ。バレちゃいました。おいお前、何か心当たりはないのか？お前じゃない、レイジさん。そこまでが名前だって言ってんだろ。レイジさんは物知りなのかな。ま、その他のやつよりかはな。だが心当たりはねえよ。レイジでもわからないのならこりゃお手上げだな。なあ、諦めろ。こんなの再現率の低いバグを追うようなもんだ。どうしたんだ？バグは嫌。追いかけましょう。おお、見失っちゃったみたいだね。だけど一体どこに？あのジョーちゃん、バグって言葉に反応してたよな。ってことはもしかしてデジタルの妄想宮に？そこまで察しが良ければだけどな。よし、行くだけ行ってみよう。妄想宮っち。いっ。
上書きに気をつけろっち。敵を4体発見地楽に行こうってくれば。じゃあ よくここが分かったな。なんだか懐かしい感じがして。ここに心当たりあるのか。思い出したの全部。アクアイアちゃんさん、私 2.5 次元の世界から勢い余って飛び出してきちゃったの。だからこの世界にとってバグみたいな存在なの。バグ？いつか取り除かれる存在ってってことだ。それじゃあいつか消えちゃうってことなの？だろうな。バグは存在したらダメなの。会社の人もいっつも困らされているもん。会社って？どっかの開発会社だろう。でそいつらがこいつを妄想したと。私は妄想の存在なの？さあな。私やっぱり消えちゃうの？それはやっぱりそうだよね。バグが存在してたらダメなんだよね。アクワイアちゃん、なあ、バグって悪いことなのか？アサヒ、俺さずっと思ってたんだ。誰かのバグを取り除く権利なんて俺にはないんじゃないかって。バグを取り除かれると悲しむ人がいるんじゃないかって。何よ急に。いいから最後まで聞けって。これはゲームでの話だけどさ、昔はバグを楽しんでたもんだよ。裏技発見なんて言っちゃってさ。そういえばアサヒって変な裏技見つけるの得意だったよね。ああ、俺たちは裏技に心をときめかせてた。だからそんなバグなら大歓迎だ。ふん、何言ってんだよ。だけど俺も嫌いじゃないぜ。裏技と呼べるバグなら大歓迎だ。みんなどうしたの？アクワイアちゃんがバグならさ、俺たちはこの世界の裏技を見つけたんだ。それってすごくね。なんていうか朝日らしいわね。どういうことなの？みんなアクワイアちゃんさんを受け入れてくれたんですよ。私のことを？ああ、そういうこと。だからアクワイアちゃん、俺たちと一緒に行こう。もしかしたら短い時間かもしれない。だけど私たちはあなたを歓迎するわ。私と友達になってくれるってこと？まあお友達ですよ。ちょっとあんたたち、勝手に話を進めないでちょうだい。ついてくるのは構わない。その代わりしっかりと働きなさいよ。今から俺たちは仲間だ。これからよろしくな、アクワイアちゃん。こちらこそよろしくね。